匂いでドン引きしたことある？異性の嫌な匂いアンケートで、あれさっきこれやった？やってないか、うん、女性500名に聞いた男性の匂いや香りで幻滅した経験ありますか？ある355、ない146。それはどんな匂いでしたか？エピソードということで、職場の寡黙なイケメンから頭痛がするほどきつい香水の香りがしていて殺意を覚えました。顔はかっこいいのに夏場で汗の匂いがしたのが少し残念だった、うん、イケメンだけどタバコの匂いが嫌な人がいる、うん、2日酔い明けて出社してきた。酒とタバコの対象の混じった匂い、うん、キスをしたらタバコ臭かった。古めかしい整髪料わかるね、うん、いや香水のつけすぎということで、あれ整髪料は意外と好きなんだけどな。あ、じゃあ お相撲さんの瓶漬け油の匂いとかさ、ちょっと伝わらないんですけど、わかる、なんかあとわかりますか皆さん、お相撲さんの何瓶漬け油の匂いとかってやっぱあれもやっぱ残るからすごい、やっぱね自分が知ってることは当たり前と思わない。そうわからんわからん。いやこの前もね電車乗ろうとしてたら、あれなんか瓶漬け油の匂いしてなって思ってパッて見たら 100m ぐらい先にお相撲さん2人歩いてたから、何だから、これ髪の毛のやつ、そう本当。お相撲さんってやっぱこれ言うのに時間もかかるし、うん、あれなのよ、そんなに毎日やんないから本当は油つけてるの、瓶漬け油、椿油みたいな瓶漬けの油。あ、そうなん、そう、それがすごい匂いがする。そうでもすごいね、あれと思ったらお相撲さんちゃんといるってね。そういるいるだから、あと古いさおじいちゃんとか、うん、うちのおじいちゃんとかつけてるポマードみたいなさ、あの匂いも私好きなんだよね、うん、いやーちょっとやっぱ古めかしい感じがして嫌だなと思う。そうそう、ああなるほどね、うん、若い子とかがおじいちゃんっていう感じするな。ポマードわかるとか来てる、ね、すごい単語が、まあ、人それぞれ逆にそれがいいとかっていうのもあるからね、うん、全てが悪いってわけではないけれども、やはり女性は男性の匂いで幻滅した経験がほぼあると、4割ぐらいの方がね、うん、あるっていうことなので。逆もありますよ。はい。じゃん。男性160人に聞いた。はい。女性の匂いや香りで幻滅した経験はある108、ない52。どんな匂いでしたか、うん、エピソードを書いてあります。ファンデーションの化粧の匂い、うん、いや、香水がきつくて苦しくなった。うん、相性によるようですが、生理の時に口臭の変化に気づく。嘘、あるんだ。こいつ天才。やっぱりタバコの匂い、うん、こちら女性の喫煙率が異常に高い地域なのでということです、うんうん、非常に気になります。あとババ臭い香り、ババ臭いって何なんだろう、ね、デートの時に彼女の口がニンニク臭かったとか、 あとお座敷で靴を脱いでっていうね。いや靴の匂いはね、うーん、だからこう、はい、じゃあ飲み会ありますみたいな時にさ、うん、じゃあこうもうね全部こう綺麗にしてってパッて行った時に靴が脱ぐとこってなった時に本当に嫌だなって思う時あるよね。怖がりの席とかいらんって思うよ ね打ち上げとかでもさ行ったらこうやっぱ大人数になると座敷とかになるじゃん、うん、そうなった時はしんどい時あるよね。しんどいで、だからそれこそこうやって座りながらちょっと匂い嗅ぐ、ね、そうそう、こうやってやってみたり、ね、やってみる、ね、とかもう脱いだ瞬間、あ今日やべあるそしたらさ、おい誰か足くせえやついねえかみたいな、うちらだとなんだ、うん、芸人とかだったら、ね、芸人さんとかだね、なる、うん、いやだね、足臭いのって治るんだって。ほう、ね、うちに汗かくデコボコだのアミ君っていう2メートルの大きい子がいるんだけど、うん、もう臭いと足が、はい、どうにかしろと、でも靴を買い替えろって、まず靴買い替えてもまだ臭いのよ、うん、で臭い臭いってなって足がなんか臭いってなって何か言うたら、皮膚科行けって言って皮膚科行って、うん、足臭いのが治るっていう薬があって、うん、それなんかしてたら治ったよ。水虫ではないけど、うん、なんか元があるのかね、菌の元がなんか塗り薬のやつで。でもさ、やっぱりそういうのって時間とお金かかるじゃん。かかる、かからないのって言ったら素足美人掘り込み方なんだ。登録登録ニコ生ラブリサーチ見ると恋にいいことあるかもね。登録ニコ生ラブリサーチー。